クエクマイナスは、内田俊による日本のライトノベル作品。イラストは、漫画家のマリオ、金田が担当している。第6回 MF 文庫税ライトノベル、新人賞優秀賞受賞作、食人より解題。選考委員の築地敏彦は選評で、昨今のライトノベルから背を向けたようなお話としつつ、文庫ではなく、ハードカバーで出してほしいくらいと評している。 おじが経営する食堂、ひまわりでアルバイトを始めた男子高校生、犬やち代は食堂に客として訪れた中学時代の同級生、井ノ原実と再会した。店の定番メニューで普通のラーメン8人前相当の特製ひまわりラーメンを注文した実りは大の大人でも食べるのにちくろうしそうなそのラーメンを難なく平らげてしまう。実りは 極大引力の二つ名を持つフードファイターだったので、ある。実のりの華奢な体育に似つかわしくない豪快な食べっぷりに、格子がたい魅力を感じた八千代台は、その場の勢いで実りに告白。実りは八千代台に対して、まだ誰も完食したことないひまわりの看板メニュー、普通のラーメン30人前相当の食人を完食するという条件を提示する。すべて MF 文庫 J より観光。 2010年11月30日初版 ISBN978 から4から8401358632011年2月28日初版 ISBN978 から4から8401381922011年6月23日初版 ISBN978 から4から840139380受賞時の著者ペンネームは安田柿 第6回 EMF 文庫 J ライトノベル新人賞受賞作発表ありがとうございます。